どうしよう。どこ走ったらいいのってなりそうだもん。動物引きそう。クマとか出てこなかったら大丈夫でしょ。クマいないし。キツネとか猫だったら危ないで。キツネ？ふざけんなよ。カードショップ、ゆうゆうて。おい。ふざけやがってよ。何がさ、傷だったり、めくれがあるので、さ、50%。減額率 50% だよ。お前。お前、スーパーレアのさ、アセロラ9000円さ、するのにさ、それをさ、減額とかさ、バカじゃない？俺さ、そんな傷なんてつけてないんだけど。すぐさ、入手して、もうすぐ、スリーブにさ、入れて、おいたのに、何が見学だよ。どうせあれだろう。高いやつだけ、どうせあれだろう。絶対さ、高いさ、値段つけてさ、広告でさ、広告で、いろいろ集客して、実は、はい、傷あるので、半額でーすとか言って、そうやって売る、さ、商法だろう。どうせ実際は、高いやつだけ、絶対さ、売らない、主義なんじゃないの。どうせ傷ありとか言ってさ、変なイチャモンつけやがってよ。ふざけんじゃねえよ、ポケ。何が傷ありじゃん、ポケカス。もう返品願いましたよ。それだけ、スーパーレアのアセロラだけ、ね、まあ、買い取りね、いろいろ買い取りで、確か、合計金額が1万4000円ぐらいになったんですよ。まあ、1万4000円ぐらいだったっけな。1万3000円ぐらいだっけ。だったんですけど、本来は、あれが減額されて、だって8000、8800円だよね。本来だったら1万3000いくらだったはずなんだよ。何が小さな傷めくれ剥がれだよ。見学率 50% がふざけんじゃねえぞ。マジで。撃ち殺すぞ。マジで、それでさ、帰ってきた時にさ、俺、傷なかったのにさ、傷なしでさ、俺もうすぐ入れ、スリーブ入れて、撃ったから、もう送ったからさ、あれだけど、帰ってきた時に、その商品に傷がついてたら、マジであれだぞ。大変なことになる。マジで。いろんな意味で。いろんな意味で大変なことになる。そっちが多分傷をつけたっていうことになる。マジで。そうなったらマジでどうなるか分かってんだろうな。ふざけやがって。ということでね、カードショップ悠遊亭でね、売ったらですね、一番高いアセロラのスーパーレイ8000円の、あ、9000円か。9000円だったのが減額 50% されて、4500円になってしまいましたというね、動画です。はい。まあ、皆さんもね、こんなクソみたいなね、カードショップはね、もう今後利用しないようにしましょう。もう普通にあれだな。あそこで売った方がいいかもしれない。まあ他のね、カードショップに、
とかもまあいろいろ探して、ちょっとアセロラのスーパーレアだけ、あの、うん、高いやつを探してみたいと思います。それでご視聴ありがとうございました。